ゆうちゃん元気でやってっかな、最近連絡ね。皆さんこんばんは。いつも皆さん本当にありがとうございます。太田さんとか、MNF さんとか、豆子さんとか、さとめりさんもたまに、ね、いいコメントいただけるし、けけなか平蔵さん、本当にいつもありがとうございます。面倒見てくれて、男っぽくて。で、大ちゃん、感謝。宝さん、いつもありがとうございます。いやー、最高の夜ですね。何を話そうと思ってたんだっけな。あ、そうだ。もう本当に、安倍さんがなんでダメだか、もう気がついてくださいよ。自分で判断できないんですよ。あのね、なんだろう、まあ経済が悪くなるのは見えてるんですよ。だから経済のための財政支出っていうのはもう本当に当たり前のことなんですけど、今回はまずはですよ、このコロナの対してのコロナに対しての財政、出動しなきゃいけないです。緊急財政出動、コロナの緊急財政出動。だからなんだろうな、経済のための財政出動とコロナの、これはちゃんと分けないとダメなんですよ。本当に、なんだろうな、アホなんだ。だからもう、アメリカなんかもすぐに1人1200ドル、子供は500ドル、これもうコロナのための財政出動してるわけ。でも2回目の財政出動を考えてます。で、経済っていうのはそれからですよ。立て直しなんてのは。まず国民倒さなかったら経済は立ち行かなくなるんですよ。まず国民の生活を守る。憲法第25条に沿った、だもう法律に沿ったことやってください。皆さん。法律に沿ってねえからダメなんですよ。何でも。ほんで、要請してね、お金出さないっていうのはもう、殺すだけ。商売にみんな死んじゃうから。そんな想像力もない人がトップになったの。だから大将バカだ、敵より怖いってのはこういうことなんですよ。で、無能なんですよ、みんな。で、結局ね、官僚だってね、言うこと聞く人ばっかり上になってきて、無能な人ばかり上になっちゃってるから、日産の時と一緒。だから日産がもうダメになっちゃった時にカルロス・ゴーンが来てみんな首切ったでしょ。ほんでどんどん立て直したんだけど、今回こそ本当に政権交代してですよ、官僚もみんなね、首取っかえて、ちゃんと本当に実力のある人。自民党も若手はね、本当に優秀なの。だから光月さんとかね、金光さんとか東大出てから本当は分かってるはずなんですよ。安倍さんがいかにダメだから、もうこれは今回もね、自民党にいなくちゃ勝てないとかじゃなくて、自民党にいたらもう勝てないっていう風潮を作っていかなかったら、この国はもう変わりませんよ。だって自民党の若手議員なんか本当は優秀なんだ。でも、自民党にいないと勝てない。地盤がないと勝てない。そんなことを考えてっから、この国は良くなんないんですよ。もう、そんな人らにダメ、任してたら。もうそんな人らには浪人してもらいましょう。令和新選組から100人、志士を立てて、令和の大政奉還、引きこもりの皆様、自殺予備軍の皆様、非正規雇用社員の皆様、もういい加減気づきましょう。一緒に戦いましょう。右も左もないんですよ。右翼も左翼もないんです。右翼も左翼もないの。バランスよくですよ。この国は一つにならなきゃダメ。在日も、日本人もない。この国に住んだらみんな日本男児になりましょうよ。手を組んでこの国のために。この国のためにですよ。この国は弱者のために戦わなくちゃダメ。7人に1人の子供が飢えてるんです。その子供たち本当に悪かったと思いますか？本当に自己責任ですか？自業自得って言うんですよ、それを。自業自得のわけないじゃない。子供たちが。ね。親を選んで生まれてきたんですけど、それが自業自得なの？違いますよ。天からね、お父さんとお母さん、このお父さんとお母さんって選んできたの。ところがね、その自業自得じゃないよ。もう自己責任じゃないよ。自己責任っていうのは、自分たちが国に迷惑をかけない、犯罪を犯さないをするとか、そういうのを自己責任っていうんだよ。もうこれじゃね、犯罪増えちゃうよ。やっぱりね、景気が良ければ犯罪は起こんないです。不
景気になればどんどん犯罪が起こるんです。だから絶対にあのお金は豊かだったら犯罪なんか起こるわけないでしょ。だってバブルの時なんかすごいんだよ、チップチップで。俺なんかもう髪の毛切ってるだけでチップ1万円ですよ。ほんであのあ当店ボールの時まだバブルだったって言ったら、あの頃まだ1万円ですよ、チップチップ1万円ですよ。くれる人はもっといっぱいくれたんだけど、あの飲み連れてってくれた人もいたし、もうありえないですよ。あのなんだんとステーキ食べさせてくれて、めっちゃ高いとこで、でその後新宿のあの一回転するキャバクラあるんですよ。ぐーって一回転で1時間なんですよ。こうなんかそこでキャバクラめちゃくちゃ綺麗な子がいて、もう何秒しかさナンバーワンなんて、いやもうすごい芸能人より綺麗だなっていうような女の子ですよ。もう何秒ですよ、何秒、あれがナンバーワンって言われて、くどく時間もないよね、あんじゃ。ああや稼ぐんだろうな、あんなの。めちゃくちゃ稼いでたのね、あんな子。むちゃくちゃ綺麗だったな。ああいう子って何になっちゃうんだろうな、将来。何になったんだろう。面白いな、そういうの追ってくんねえかな、テレビで。あの頃のあの人は今何をやっているか、みたいなね。あの頃のキャバクラのあのナンバーワン、めちゃくちゃ綺麗だったな、あれ。名前も覚えてないけど。15秒ぐらいじゃないか。5秒ぐらいかな、座ったの。ナンバーワン示して、示しよう、なんつって。示したら、5秒ぐらい。じゃあ、もう、どんどん。だって、ナンバーワンだもん。